ってまだちょっと言うのはずい。入国完了。あれかな、荷物。うん、ケル。ベーグル。美味しそう。熱そう、熱そう、熱そう。マジそう、マジそう。気が早い。マジそう。じゃない？うん。ありますよ。13時49分。めっちゃビネガー。やば。ちょっと控えめにしてた。いただきます。知ってる？知らない。このカップを取って、パウチを取って、自分でカップの中に入れるの。え？これがもう韓国のコンビニの定番で。これ何が入ってんの？ドリンク。あ、液体？そう。うん、欲しい。これ欲しい。超欲しい。でもこれマサオくん以外にもいっぱいあるってことだよね、種類が。え、これ超欲しいんだけど。何これ、マサオくん誰だ。フレーバー100個以上あるし、え、何やってたんですか。エクスプレス。あ、ティーマネやった。充電中です。しばらくお待ちください。充電が完了しました。領収書が必要な方は、領収書発行ボタンを選択してください。オッケー。そんな気にする？気になる。バッテリー。イムニダ、イムニダ餃子。ミョンドン餃子ね。イムニダ餃子。行く？よっしゃ。パッカーン、アンです。今日はなんと韓国に来ました。イエーイ。こちらはミョンドンの真ん中にあるロッテホテルです。今エレベーターホールにいます。でーん、あ、違う、チャーン、違う、それポッポイカ。もう忙しいです。もうびっくりしたもん。だって飛行機で韓国に着いたのが13時半なのに、今もう17時39分。何があった？
急いで換金しに行きたいと思います。チェイ、あったほぼ満席。イエーイ。ね、美味しそう。わあ、お湯気だ、うん、辛いよ、絶対。めっちゃ美味しいけど、超辛い、うん、ワンタンを麺の形にして中身出したみたいな。めっちゃ美味しい、うん、3杯いける。マジっすよ、ごちそうさまでした。帽子500円。500円じゃないよね。あ、50円じゃない。ハニーバターアーモンドとかあるじゃん、多分その会社の建物。すごい、これさ、このさ、切手風シール入ってんの、これ買ってさ、開封したいの夜。これめちゃモナカなんだけど、なんかアイスをさ、全身で食べてみたいの。無理。何これ、この辺の辛いのちょっと一個ね。マリオいる。何これ、あ、あった。何があった、有名なやつ。ちょっとだけヨーグルト。でかっ。あんちゃんの顔と比べてみて。やばいで。あのさ、チョコのケーキ食べてみて。うん、おいしそう。え、ブルーベリーじゃない？え、違うの？ブルーベリーか。買いました。見てください。そうだね。なんかね、今回の旅の中で絶対にチーズハットグを食べると決めてんだよ。
ゼロ。かき氷だ。美味しい。今の疲れ具合を 100% で言うと10。マジ？あ、チーズケーキいた。やった。後味素晴らしい。はい、一旦ホテルに帰ってきました。で、本当は明日行く予定だったんだけど、なんか散策してたらそこにあったのでダイソー行って、でその後なんか見つけた可愛いお店で、見て、つなぎを買いました。めっちゃ可愛くないこれ。足しか見えなかった。なんかさっきまで着てたやつがね、めっちゃ可愛いんだけど、かき氷とかをね一気にお腹に入れたせいで、あの胃下垂発動してね、こうなっちゃって、だから動きやすい服装になりました。動きやすいのにこれめっちゃ可愛くない？でこれからトンデムンの本屋街に行きたいと思います。ちなみに今時間が23時11分。あ、もう始まっちゃった。始まっちゃっても朝までやってるから大丈夫。でも私の寝る時間が。で、私は今コーヒーを入れてます。無意にカフェインで覚醒させようとすな。バレてくさー。あっ、あっ、うるさいんだよ。で、買ったものとしてはこれ、ダイソーで大量に買ったのと、あと屋台でね、見て、可愛くない？携帯の後ろにつけてこう持ちやすくするやつ、トトロとマックロクロスケとヒグレットとリョウくんがあのバスケやってるので、バスケ系のお土産。私さ、ポップソケッツ絶対つける派だから、今回ポップソケッツの替えを、結構これねすぐ壊れるからさ、いっぱい買う回をしてて、他にもいっぱい可愛いの見つけたら買う予定。日本で買うとさ、2000円ぐらいするのね、安いやつでも。しかもその韓国のと同じのが原宿ですごいそうやって高く売られてたりとかするから。お疲れ様です。一緒に筋トレ頑張りましょう。4分終わった。これタイトルにさ、地獄の4分って書いてあるのにさ、5分なんだけど。はい、これはリョウです。お、0時12分。次は変わりました。本屋内に行きたいと思います。イエス。お疲れ度はどんな感じ？ゼロ。マジ？これ嘘だけど、全然今寝たら寝れるけど、でも全然寝る余裕。トンデム浴槽パルコ、ここここのアクセサリーかわいい、ファッション類の問屋、屋台で500円だったよね、350じゃん。38分、余裕。ザマスクショー、なんかコスメが一番安いらしい。行きます。バニャ、そう
鮮麺だ。これコラーゲンだって。少女抗原卵タンパクアビブラブ。めっちゃ薄い。ここ3時間しか休みなしでやってるんだけど。3時10分問屋街がね、5時になったら閉まっちゃうから。しかも私は翌日にロンドンベーグルミュージアムに絶対に6時から並ばないと、あ、違う、7時から並ばないといけないから、狂気の沙汰じゃん。あと2時間で服をもっといっぱい買いたい。所存すごいね。すごい、みんなさ、ビニール袋、もうゴミ袋みたいなやつにさ、ビチビチに服を詰めて入荷してるね、うん、これを売るんだね。そうそう、大変だ。